神奈川県人権啓発センターです。今小田原市に来ております。はい。今回ね、実は天野文夫さんという方にインタビューをします。ご承知の方は多いと思うんですけども、昨年熱海市で、土石流で多くの方が亡くなる事件というか事故というか、まあ、まだ真相分かってない部分もあるんですけども、まあ、その当事者の一人である天野文夫さんにこれからインタビューをします。まあ、インタビューの趣旨としては、まずね、この事件についてこう、まあ、土石流に至るまでの経緯について知らない人にも分かるように、まあ、かなり基本的な部分から説明していただきたいと思います。そしてですね、一応このチャンネルの目的としては、あの熱海の方、まあ、あるいは被災者の方に、やっぱり真実を知りたいという方は多いと思いますので、まあ、それをまあ当事者に説明してもらうということがまず趣旨としてあります。で、当然あの、まあ、この事件に関わっている人っていうのは他にも何人かいまして、まあ、今回は一人の方からインタビューをするということになりますので、まあ、一方的な話にはなってしまうと思うんだけども、ただまあこの映像が出ることでこれについてまあそこは違うんじゃないかっていう人も出てくると思いますので、まあ、とにかくあの事件の真相を明らかにする一つの、素材としてこのインタビューをお届けしたいと思います。ということで、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまあいろいろと聞いていきますので。そうですね、まずじゃあ一番基本的な部分からいきますね。はい、天野さん、はい、アンミッションでございます。はい、よろしくお願いします。こんにちは。私もね、いろいろと天野さんの記事書きましたけども、はい、ただここに来て行政も天野さんに、うん、マスコミもですね、天野さんに全てをこうなすりつけてるような印象を受けまして、こういう機会をちょっと取らせていただきました。はい。でそれで、まあ、見てる方はちょっとよくわからないので、はい、ね、まず熱海市伊豆山、うん、ね、ここを購入された経緯、これヘラルド、うん、いわゆる古川財閥ですけども、うん、ここを購入された当時のお話をぜひちょっと振り返っていただけないでしょうか。うん、そうですね、長くなってもいけませんので、はい、簡単に言いましょう。私が、実は、この35万坪の手前の土地、はい、を、購入して開発分譲をやっておりました。はいはい、そして古川さんの方が、35万坪という広大な土地を売りに出しておりました。はい、まあ、金額は約35億円と、はい、いうことでしたが、はい、ちなみに古川さんっていうのは一番最初の土地の所有者ですか？そうです。そうです。伊豆山の崩れた場所の一番最初の土地の所有者ですね。そうですね。それを古川さんで、古川さんから天野さんが土地を買われたということですね。そうですね。はい、これ愛知県の方は多分ご存知だと思うんだけど、ヘラルドっていう映画なんかやってる、映画館とかやってる、結構名古屋市内ではもう大金持ち。もうこれは一時期世界のこういう長者番付も乗るような古川財閥っていう、まあ、ヘラルドグループっていう有名な古川グループですね。有名なグループが元の所有者、はい、それが、まあ、非常にバブル崩壊なんかで非常にこう経済的によくろしくなくなったと、うん、まあ、それで天野さんが、まあ、売り出された土地を買うと、はい、いうことでよろしいですね。そうですね、はい、私が手前を分譲しておりました。はい、ただ古川さんのところは広大な土地の割には、はい、いわゆる開発をできる道がなかった、ない、はい、うん、それによって私も力ありませんので、はい、約数万坪の土地をいただいて、はい、そこに私が築造していた道を取り付けてあげようというところからが話がスタートですね。ところが古川さんの方は、はい、まあ、すでに相続人が16名という非常に多岐にわたって膨らんでいたわけです。もうその何かを自分たちがやると、はい、いうことの次元ではないということで、はい、ならば安くするので、はい、買っていただけませんかということで、非常に真摯な方でしたので、はい、私もそれで、ファイナンスへ相談をして、はい、購入できることになったのが経緯ですね。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。はい、で当時、うん、まあ、盛り土にもかかった業者さんの、まあ、とりあえず伏せますけど、 K さんが言うところを、うん、あの場所にはもともといろいろゴミがポイポイ捨てられてたという話があります。うん、はい、これは事実でしょうか？
これはですね、はい、あの古川さんも、今お話ししましたように、はい、名古屋の方ですから、この山の管理状態というのはもうほとんどできていないんで、はい、うっそうとした茂みを入っていく、はい、いがないとこの土地には到達できないんですね、はい、そこがまあ有名なゴミ捨て場だったということは私も聞いております、はい、でまあ車両が捨てられていたり、はい、ゴミの宝庫、はい、ということを言っても、過言ではないでしょう、はい、熱海市のゴミ捨て看板登記不法投棄看板も立っておりましたし、はい、土砂も相当入れられていたということは最近分かりましたけれども、はい、相当量入っていたらしいなるほどということが分かりましたね。なるほど、はい、例えばどんなものが捨てられてましたか。うわこれは私も木を切ってであのが現場の職員だったんで、はい、まあかなりのゴミだということは報告は受けてます。もう例えばそのいわゆるなんて鉄くずだったりとかそんなものもあったりとか、なんか鉄くず等もあったでしょうね、一般の不法投棄ゴミともう言っていいと思いますね。なるほど。車まで捨てられてましたから車までね、赤い車、はい、ちなみにそれは時期としては何年頃ですか。私が買った後ですから、はい、私が購入したのは2006年ですから2006年の段階で分かったことですね。だから捨てられていたのはそれよりも数年も前から継続していた可能性はありますね、はい、その辺はね私とよく分かるのは、うんはい、例えば他地域例えば伊豆市だったりとか、はい、富士市なんか行くと、うん、もうそこら中にね不法投棄禁止っていう看板があるんで、うんうん、まああの辺がそういう不法投棄のまあ何ですかそういう対象、まあ、ターゲットになってたっていうのは、まあ、確かにあり得る格好の場所だったっていうことはもう間違いないです。なるほど、はい、それは間違いないです。でお買い上げになって、はい、でそれを、まあ、造成地にする予定 で、うん、でなんかその公園を作ったりとかね、はい、例えばそのモーツァルトの公園に、はい、だからその、なんだっけベートーベンの公園 で、うん、で公園に行くとそのなんか音が鳴るみたいになって、はい、その計画っていうのは天野さんが企画された。私が全部計画しましたね。計画された、はい、その時の業者さんってはどういう業者と言いますと新幹線ビルディングさんがやるのか、うん、それともその下に下請けさんがいらっしゃったのか。いや企画は全て僕です。あそうですか、はい、なるほどなるほど、うん、僕のイメージでイメージでものを作りますね。はいはい、はい、ですからこれは、外国人向け。なるほど。日本人のお金持ちももちろんそうですが、はい、この35万坪に作る棟数は300棟ぐらいと私は勝手にイメージしましたね。それでほとんど斜面です。はい、平らを作るとかいうことはないんですね、はい、この場合の作り方としては、はい、ですから道路1本何本か入れて、はい、そこに公園を作り、はい、まあ一区画が500から1000坪という広大な土地にして、はい、斜面に家を建ててもらう、はい、このロケーションをどうしても殺したくない。ですから当時はですね中国がですねものすごいこう、はい、そうそうそうですね、景気が良かったですね。それでたまたま中部空港が間もなく開港するというところ、はい、なるほど、はい、それで中国人も中心とした外国人、はいはい、なぜかというと中国の人は日本に土地を所有すると、はい、ビザが降りやすくなるんです。なるほど。はい、そういうようなイメージも利用して、はい、世界の人たちが通用できるようにいわゆるその公園をいわゆる音楽公園に作り上げ る、はい、で私のイメージで一番大事だったのは、はい、熱海というのは、はい、このロケーションというのは熱海の中でも少ないわけです、はいはい、でいわゆる富士山が近い、はい、ということ、はい、私は温泉ということから考えると、はい、温泉も買ってありましたからね、はい、90度という非常に高温の温泉でした、はい、これも全部ついておりましたから、はい、そういうことから見ると世界の熱海だということなんですよ。なるほど。日本の熱海ではないですね、はい、世界の熱海をこれをいわゆるモチーフにしたかったというふうに僕は考えて、設計をしようと思いましたね。当時のね、はい、熱海市のその観光業ってかなり下、うん、まあもうほとんど衰退でしたね。ですよね。ですよね。うんうん、はい。でそれで天野さん買われて、うん、でその時にね、うん、ちょっとごめんなさいこれ細かい話になっちゃうんだけど、はい、覚書があったじゃないですか。古川さん家の
古川グループと熱海市が交わした覚書があったと思うんですけど、ね、ありましたよ。あれは結構古川さんたちも自由にして開発していいですよっていう趣旨の覚書なんでしょうか。はい、そうです。ってことはもうあの人たちもなんか結構そういっちゃなんだけどいろいろとやってたという、その覚書もですね、はい、日本ヘラルド映画の覚書と、はい、その前段における箕輪不動産への覚書と違うんですよ、はい、あ、なるほど。これはですね、はい、冒頭言いましたように初め私が購入したのは箕輪不動産です、はい、箕輪不動産の土地を通過して、はい、それから古川さんの土地へ入っていく、はい、それの恩水道管が敷設されていた。なるほどなるほど、はい、ですから箕輪不動産の覚書にははっきり書いてありますが、はい、いわゆる開発について全面協力をする、はい、熱海市がですか。そうですよ。これは、当時は川口市長ですよ。川口市長、はい、これはの文章が全部 あります。全面的に協力をする。ですから、まあ、私私もその土地を買って分譲地というのをやっていましたけれども、はい、これはしかも借地料、はい、高額に払っておりましたよ、はい、箕輪さんには、はい、ところが古川さんには無償なんです。この矛盾点がありますよね。なるほどなるほど、はい、その両方の権利を私は引き受けたわけです。はい、あのね、通常、はい、特定個人や地主、はい、あるいは特定の企業と市が全面協力をするという、うん、覚書をするというケースは、うん、あのご経験上聞いたことはありましたか。役所が文書を発行すること自体はほとんどないですよね。まずだっていわゆるそのじゃあその意味合いは何なのか。なるほど。全面協力とは何なのか。何のこと。そうですよね。いわゆる箕輪不動産だって不動産屋ですから、はいはい、いわゆる開発をより、しやすくしてあげようとか、はいはい、何かそこには行政のいわゆる弱み等があったんでしょうもね、はい、なるほどなるほど。何かあったと。あったんでしょうね。そこについては私も経緯的なものが分かりませんし、私の方は道路にして、はい、役所に差し上げましょうと、はい、逆に皆さんが悪い悪いと言ってる割には、はい、うちはちゃんと差し上げましたから無償で、はい、だからいや、世間が言っている、はい、ということの話は、はい、それを利権にしたんではないかとか、なるほどいう話は僕は全く違うと思いますよ。なるほどなるほど。だって実際1億円近くお金をかけて道路を作って寄付しましたから、はい、はい、それに対しての意義は私ども申し上げておりませんので、はい、ただ一言、全面協力をするということに対する、はい、じゃあ協力って何かとか、はい、いうことをいわゆる、私どもになって賃料を払うとか、はい、いうことがない、なかった、話し合いもなかった、はい、ただ利用するだけ、はい、ということで起こったことがある確かあったような気がしますね。なるほどなるほど、はい、そこは奢ったっていうよりも意味ですね。じゃあ、はい、天野さん買われる前段階から、はい、その特定の地主さんとちょっと変な関係があったのはこれ間違いない。間違いないでしょ。なるほど、はい、実際文書が出てます。なるほど、はいはい、でそれでね、まあ問題の盛り土なんですけども、うん、ちょっとそもそも盛り土って何ですかって人が多いと思うので、はい、ちょっと盛り土ってちょっと簡単に説明して、まあ盛り土というのはですね、今日本の法律も非常に厳しくなってますよね、はいはい、いわゆるその残土というか、はい、余ったものは残土、はい、必要なものは客土、お客様の客土って言うんですね、はいはいはい、でこれを処理をする料金、はい、または、処理することが非常に埋め立てっていうのは難しくなってますね、はいはい、そこでいわゆるその埋め立て地を作ると儲かるとかいう世間一般の概念が生まれていることは事実ですね、はいなるほどはい、あくまで埋め立て地というのは埋め立てをして一石三鳥のことなんですね。これは、はいはいはい、残土を捨てるにお金をもらえる、はい、その買った土地が平らになる、もう一つはその土地が、まあ、価値が上がるという、まあ、まあ一石二鳥ですかね。二鳥というこういうことが今の日本の、埋め立てということを
象徴しているのかと思いますね。なるほど、はい。それで、うん、本格的な盛り土というのは、まあ、2009年ぐらいからまあ始まったというような認識でよろしいですかね。あ、今それは私どもの盛り土のことを今度は言いますね、はい、一般盛り土じゃありませんね、はいはいはい、そうですね、はいはい。でその盛り土のまず理由について、伊豆山の盛り土の理由をですね、うん、ちょっとまた簡単に、これが冒頭出ている、はい、いわゆるその私たちが道を35万坪までつけました、はい、そしたらそこから先に道を延伸しなきゃいけませんね、はいはい、その時にこの今崩落をした赤い谷というのが あるわけです、はいはい、あまりにも急斜面だったので、はい、まああまりにもっていうのはおかしいんですが、あの急斜面があったんで、はい、その今市役所が使っている水道管道を利用して、はい、その分譲地の道を拡幅して作り上げようとしたわけです、はい、その時にもいわゆるその入り口ですから、はい、その土地を、急斜面という、まあ、イメージがありましたので、はいはい、そこのところに拡幅をするためには、はい、いわゆるその、おっかないというイメージがやっぱりあるじゃないですか、はい、道路ですから、はいはい、でそれの緩和をするためにと、もう一つはその自分たちの道をそこで利用しようという意味合いがあったということですね、はいはい、そのために埋め立てを申請したということになります。これ工区でいうと通常 A 工区ってことになるんですかね。違います、ここはですね、まだ工区は決定してません。決定してない。あ、なるほど、うん、じゃあまだ全く、全く計画案も、ここに何区画作っていこうかというまだイメージの段階ですね。なるほど、購入したばかりですからね。なるほど、とりあえずはその道を拡幅して奥へ延伸するということまでしかなかったですね。なるほど、はい、それでまあ今問題になってるのはね、何段が5段だ何段だって、はい、増えていったんですけども、はい、その時の背景というか経緯をちょっとどういうようなね、私の認識ではまず最初に千葉さんという方が、まあ天野さんが言うところの実行行為者ということで、うん、あの盛り土を始めたということなんですけども、うん、千葉さんは天野さんの指示だと言っています、うん、これどうでしょうか。まず千葉さん自体が、はい、このまだ許可を取れたか取らなかったかそこの記憶もありませんが、はい、千葉さんは紹介で私のところに来た人で、はい、その時が初対面です。僕は、はい、全く誰だかも分かりません、はい、たまたま紹介者がしっかりした方だったんで、はい、まあその方の紹介ならいいだろうという程度で知り合いました、はい、それで私はこの土地の泥を集めると、はい、まあ、まあ埋め立てをするということに、はいはいはい、いろいろな業者に確認をしましたところ、はい、あんな混んでるところ混むところ、はい、その坂が多くて燃料が食うところには、はい、持っていく人なんかいませんよと、はい、いうことを言われたんです、はい、それでうーん困ったなあというところへ千葉さんがご紹介で飛び込んできた、はい、飛び込んできた、はい、そしてどうやって埋めるんですかって言って質問したら、はいはい、伊東港に船をつける、はい、伊東港に船をつけてそこで泥を下ろすと、はい、そこから運ぶんだと、はい、とうちはスキル庫ありますから、はい、33キロ、はい、なんだと、だから泥が私ども集まるんだという言い方だったんですね。だからその打ち合わせ記録にも、はい、よく今彼が何か言ってますね、賃料がどうだとか、だけど私どもは、はい、あくまで集められないので、はい、お貸ししますと、はい、いうことでお貸ししただけです。あのこの千葉さんって方は、うん、横須賀におられ会社もどうも持っておられるようだと、うん、でただこの人自身は、うん、なんかある会社のこうなんかこうなんでしょう、まあ預かり物というのか、うん、そういうような話だで自分ではそのトラックとかね用意できないような気がするんですよ。これどうやってあの人あのね、はい、詳しくその紹介者がおりましたんでね、はいはい、
千葉さんがどんな人かとか、はい、どういう実績とか、はい、どういう方なのかということは、はい、聞いたことありませんね。はい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 、ちょっと待ってね、話をまとめると、うん、まずそこを平らにしようっていうことがまずあったわけですよね。その道路、平らにじゃないです、道路を埋めるみたいな、穴を埋めて道路を捨てようっていうことがあった。違います、こういうことです。道路をここが2メーターしかなかった、はい、この道路が、はい、で湾曲してるので、はい、この2メーターではここまでは6メーターあるんですよ、すで、はい、に、はい、これを6メーターに拡幅するにはこの斜面じゃないですか、はい、このところに、斜面にの手前に道路を作っていく、はいはい、いわゆるそのイメージの緩和なんですよ、はい、これを何かしようとかいう計画は全くないんです。全くない、あれないです。道路を作るだけです、あくまで、うんうんうん、というのはそれが証拠に上に開発の図面が出来上がってますから、はい、この道路を利用してそれは奥、こちらの道路を使用して隣接っていう図面がちゃんと出来上がってます、はい、その工事をやろうとしたけどやり手がいなかった。そこで千葉さんが埋めることを、はい、埋めることの人がいなかった。つまり土を運んだりとか、土を運んで埋めるっていう業者がいなかったか、まあ、ちょっと図面で示しましょう、はいはい、ここに道路がこう入ってきて、はいはい、水道管がこういうように入ってました、はいはい、ところがこんな風に曲がるわけはないですね、はいはい、だからどちらへ回ってもこれを道路をこうやって拡幅して、はい、とここが崖でした、はい、ここだと危険じゃないんですよ、はい、危ない、恐怖感が多少あるかもしれないから、はい、これをこういうように曲げていく、うん、開くためには、うん、ここに埋め戸をすることによって、うん、恐怖感ってなくなるじゃないですか。なるほど、それだけの意味です、はい、これが絶対的なものでは実際ないです。そこで千葉さんに対してはそこを埋めるっていうことを期待してたんですか、千葉さんに対して。千葉さんが噂を聞いたんでしょう、うん、穴埋めの土地が生まれるよと、はい、まあ、許可が下りるよと、はい、それを聞きつけて彼は紹介者を通して私のところに来たんです。なるほどなるほど、あくまでそれだけの関係、うん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 、過去に知っている人でもないし、ない、全くないです、うん、でも千葉さんに土地を貸したのはやっぱそこ埋めてくださいっていう趣旨だったんです。そういうことです。趣旨ですか。あ、そうです、はい、なぜかというと、はい、梅戸を自分のとこでやると、はい、泥が集まらない会社が何年かかるか分かんないわけですよ。なるほど、はい、だったら開発をもう近々やろうと思ってましたからね、あの道路を克服できる、はい、ことを考えれば、はい、ここを任してしまえば、はい、自分でやると重機の損料が毎月30万、はい、まあ20万はかかりますよね、はい、人件費も2、30万かかりますよね、はい、泥が来なかったら待ってなきゃいけませんね、はいはい、結局何もできないわけです。それなら任してしまった方がいいと。その時の契約はどういう契約でしょう。契約書はないですよ。ないです。ないです。例えば何でしょう、あのなんか2009年とか何とか10年まで例えばお任せします、そのじゃあ、そこでなんかこうこんだけのお値段でやってくださいとかそういうわけではなく、ないです。口約束的な感じで。期間もないです。期間もなければ金額もありません。でそこでまあ千葉さんが盛り土にかかるわけです。かかりますね。それはなぜその千葉さんは盛り土を始めたんでしょうか。千葉さんが自分でも泥を集める人は、はい、利益が上がるでしょ。まあ引き集められれば、まあ、集められれば利益が上がるから集める自信があったんでしょうね。じゃあ例えばどっかの何、例えば神奈川県でも静岡でもどこでもいいですけど、うん、じゃあ A 社という、まあ、別に何 A 社じゃないかな、ある会社があって、はい、そこでじゃあ残土をうち引き受けますよという感じで千葉さんが集めたっていう可能性があるってことですか。もちろんそうですよ。記録ありますから。なるほどなるほど。打ち合わせ記録ありますよ。そうですか。はい、ありますけど、今はもしあるであれば出しますけど、はい、ちゃんと書いてますよ。だからその打ち合わせ記録の中にも、うん、はい、契約書とか、はい、金額も一切ありません。ほうほうほう。一番打ち合わせ記録ですから一番大事なのは、はい、もちろんいつからやるか、ほうほうほう、もう次は金額でしょう。なるほど。借地料でしょう。
借地の場合だったら借地料とか なりますでしょ。もちろんあの借地ですから借地料を私がじゃなくて担当レベルが、担当レベルの問題ですね。その時の担当は誰でしたか。私は設計部だと思いますね。設計部というと、誰になるんだろう。後藤さんですか。まだ吉本一番の統括責任者は後藤ですよ。後藤さん、はい、非常に真面目な律儀な方ですよ。それが中心になって、はい、設計部長は鈴木くんですよ、はい、鈴木敦さんですね、はいはいはい。まあ、後藤さんも鈴木さんも今告訴されてるですね、はいはい、だけど彼らも記憶がほとんどない言ってましたね。なるほど。いや、鈴木に限っては2、3回、3、4回しか会ってないと思いますよ。その中で、うん、一つの指摘として千葉さんが、うん、まあ、残土で数千万円儲けたんじゃないかという指摘がありまして、うんうん、これどういうからくりだったんでしょう。その儲かるっていうのは、要はさっき言った捨てていいですよ、じゃああのいらない土私預けてください、して処分しますよ、じゃあその代わり手数料をこんだけもらいますよっていう、そういうことでよろしいですか。だから儲かるということであれば、はい、いくらで請け負ったかが問題ですね。なるほど、はいはい、私どもは、はい、1000円か1500円とかでも自信がなかった、はいはい、赤字なわけですね、はいはい、重機損料、燃料、人件費を入れて、はい、いろいろやったら赤字じゃないですか、はい、だからやめたんであって任したんであって、そういう経緯がある。だから4000円とか5000円ぐらいもらえなかったら僕は儲からないと思いますよ。4000、5000ってのはどのくらい。トラック1台あたり、うん、はい、でその中で1500円から2000円を千葉さんは天野さんに渡していたという、ありえないでしょうね。ありえない、はい、どうやって渡したんですか。だってだから、わかんないですけど、銀行口座を振り込んだりとか。ありえないですね。そうですか。まして、家賃を彼は滞納してるんですよ、はい、うちの。はい、はい、はい、はい。うちの家賃滞納してる人がどうやって払ったんですか。なるほど。私が会うときは、はい、家賃をもらうとき。なるほど。後から分かったんですが、はい、僕と彼が会っていたと。はい、で、家賃は催促してましたと。家賃っていうのは、あの湯河原のやっぱマンションとか。この仕事をやるに彼は住むところが、はい、まあ、どっか借りればいいんでしょうけど、はい、どうせなら私どものコープを借りればいいということで、はい、私どものコープをお貸ししたんです。コープでしたか、マンションみたいな感じですか。まあコープですね。マンションなんて大げさなもんじゃない。そんなに大変ですね。ハイツ、ボロボロですから。なるほど、なるほど、はい、それを彼はそこに住んで、はい、この授業をやっていたんですよ。なるほど、なるほど、うん、でその後千葉さんが言うには、うん、沼尾さんと小沢さんが引き継いでやったと言ってます、うん、全く分からないですね。分からない。なん、まあ、先ほどから言ったように私現場に行くことはもうほとんどないんで、はい、うちの、こちらの授業がものすごい半門の状態ですから、なぜ行くことはありませんので。なるほど。しかも私免許を持ってないんで、はい、そこに運転手が行かなきゃ行けないんですよ。はははだから私が行くということはまずありえない、ほとんどね。まあ1、2回は行ってるし、また D コークっていうところもやってるんで、別のところが近くで。 D コークは古谷さん、古谷誠さん、これ自由同会の副会長の古谷誠さんと、はい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 、トランスファー沼尾さん、勝夫さんですね、うん、がやられてると思うんですけど、うん、これは、あくまでそのランディ、はい、そういうものは全部うちの職員の別会社です、はい、なるほど、うん、だからトランスファーも一緒ですよね、はい、要するにうちの会社ではないけど、はい、会社ごと就職してるって意味です。なるほど、なるほど。この話はちょっと難しくなるので、まあ、ちょっとやりましょうか。そうですね、はい、だからランディというのも、うちのいわゆるその同族、はい、ランディは同族です、はいはい、それで考えてもらった方がいいと思います。ありがとうございます、はい、ここの辺ちょっとあの難しいかと思います。難しいですね。でいきまして、でね、それで結構ね、うん、ちょっと今一番これどうなのかというちょっと報道がありましてね、うん、市役所が、熱海市が2010、うん、まあ、これ NHK の報道なんですけど、はい、
2011年頃に、うん、天野さんに対して、うん、まあ、天野さんというか新幹線ビルディングに対して、うんうん、盛土が安定しだしたから、うん、市がねその盛土のまあ措置命令を見送ったという報道がありました、うん、でこれ措置命令を見送ったとなるとこれは明らかに行政のミス行政のいわゆる不作為ということになりますが、うん、この行政指導当時のそのどうなんかこうご記憶というのか全くまあ現場の人がおります、現場というかここには現場うちの現場職員もいないんですよ、はいはい、是正の時に沼を応援に行くというレベルですからね、はいはいはい、まずその危険だとか、はい、安定とか、はい、もちろん危険はの報告もないし、はい、危険だという認識は現場にもないから、はい、その措置命令というのは、はい、多分、千葉さんの埋め方がどうに間違っていたとかいうことも僕はないと思うんですよ。彼もプロだから、はい、何が危険だったのかなとか、はい、いうこと自体がわからないんですよ。いや、どっちにしてもその措置命令は受けてたわけですよね。役所が措置命令を出そうとして見送ったんであれば出してなかったってことか、役所の判断でしょうね。2009年から2011年の間、熱海市役所から何も天野さんに接触はなかったんですか、うん、わあの接触ってどういうお前危ねえぞっていう接触なのか、例えば県とか市とかね、うん、行政側から何か言われたってことはなかったんですか。本来はこの担当部署、はい、全般は後藤さん、はいはい、あとは、沼尾、はい、この形において、はい、僕の手元にもうこうじゃねえかああじゃねえかという話自体がないんですよ、はいはい、後藤さん、沼尾さんというのは熱海市の職員ですか。違いますよ、後藤さんがこの許可を取った取締役、はいはいはい、沼尾さんはこの埋め立てに対して、はい、是正があれば飛んでいくとかいう応援隊、はい、ちょっとこの辺はこういうなんかこう図作るんで、あ、そうですね、なぜかというとね、はい、なんでまあ、その重機が彼は、まあ、沼尾さん自体はうまいんだよね、はい、どっちかって言ったらね、はいはい、うまいんで応援に行ったのか、はい、関係がよく分かんないんですよ。 なるほど。なぜ関係が分かんないかっていうと、はい、私は先ほど言ったように千葉さん自体は紹介者である、はいはい、ところが後付けで分かったこと、はいはいはい、どうも千葉さんを連れてきた人が沼尾さんだということが薄々分かった。なるほど、よく手伝いに行くわけだと思う気持ちはありますね。ってことは千葉さんと沼尾さんは面識があったってことですか。じゃないんですか。となりますとね、千葉さんはどっちかっていうとイメージ的にその千葉さんと沼尾さんと小沢さんは知らないと、要するに、うん、千葉さん、うん、小沢沼尾、こういうコンビの対立軸がありまして、うん、その小沢さんというのが、はい、なんで出てくるかは私も理解できない。まあ、あの方も、まあ、一緒に、今物を入れてたという人を入れたっていう人を、そこは私は認識してない、ない、なぜ人間関係が当初千葉さんは千葉、はい、沼尾さんは沼尾、はい、何の関係もない、はい、小沢さんと沼尾は知り合いではあるけど深くはない、はい、という認識ですね私は。最近になってそれとね、沼尾さんと千葉さんは知り合いだったらしいということは分かりましたね。なるほどなるほど、うん、それとその行政の対応でちょっと一点別件でちょっとお聞きしたいことがありましてね、はい、これ別の方の、うん、
まあ、その行政の指導の文書ですけどもね、はい、まあ、要するにその、まあ、その土地をね、うん、回復してくださいっていう要請書なんですけども、うん、よろしいですか、ちょっと読み上げますとね、はい、静岡県知事が自ら生活環境保全上の支障の除去などの措置の全部または一部を講じることがあります、うん、この場合には当然、措置に要した費用をあなたから徴収しますと書いてあるんです、こういう強い文言の行政文書をもらったことはありますか。それは最近でしょ。これは令和3年11月8日、これ天野さんじゃないです、別の方ですよ。あ、そうです、まあ、別の方です。ないですよ一切こんな、あの何、こんな、費用をあなたから徴収しますなんて言われると、まあ、それは要は行政代執行ってことですね。そうそう、でないですね。ないですか、うん、そういうことは。いや、最近ありますよ、だから。でも、その、これ料何、お金取るとか、なんかその、費用取るとかって書かれてないでしょうか。ああ、かもしれませんね。ですよね。はい、だから、かなり、要するに、これ、何が言いたいかというと、県もね、熱海市も、人によって違うんですよ。やり方、指導の熱が、はい、でこれ受け取った人は静岡県庁まで呼ばれて財布、貴重品、スマートフォン全部没収されて、一日中缶詰されて、夏に、はあ、ですごい暑い時でもう嫌味で裸になってやって県庁中を歩いてやったと、はあ、そういうことだった。そういうのは盛り土をやってたんですか。これ全然関係、しかも盛り土の実行、要するにその地主のその建物、土地の建物の書類上に出てくる人、ただの。あ、そうですか。そう。はい、それは随分ひどいです、ね。ひどいです。だから、所有者です。そう。だから人によってね、うん、行政はかなり温度差があるんじゃないかと。ありますね。じゃあ2009年から2011年まで、特に行政から何か指導みたいなものはなかったんですか。ないですよ、全然。で、特にこんな、何、この徴収しますとか、そんな呼びつけられて、肌の毛、毛とかない。それとか、文書の1枚も出されてないってことですか。ないです。何もない。いや、この行政記録によると、はい、はい、ゴミがどうだとか、はい、そんなのばっかりじゃないですか。はい、これ見て、はい、この行政文書を見ると、こう、今、その、こうし、こう是正しなさいはありますよね。だけどその文書も来てることはあるんでしょうけど、はい、今のような、過激というか結構強いですよ。強いですね。そういう文書一切、うん、僕の手元には少なくとも来てません。担当の手元にどんな文書が来たかどうか分かりませんが、それは県が、熱海市がどのような文書を出したか、そういう文書の記録もないから、そんな強いものはなかったんでしょうね。これ百条委員会でも問題になってるんですよ。同種案件なのに、えらい厳しい、この会社には厳しいですけど、なんで天野さんと麦島さんにはこんな緩かったんですかっていう、その指摘がありましたよね。うん、それやっぱりこう。あっておかしくないですね。全然おかしくないです。やっぱりこの辺も、ちょっと私は行政がちょっとおかしい、対応おかしいんじゃないですかっていうふうに思ってる。この中において行政っていうのはものすごくおかしいですよ。そうですか。めちゃくちゃです。はい、それははっきり言いますね。で次にじゃあ麦島さんに売った時の、はい、あの経緯なんですが、これ2011年に販売されました、売ってますね、売却されましたね、はい、ちょっと当時の話なんですが、麦島さんの方からは、はい、私の方がもう倒産をしている情報が入ってますから、はい、いろんな形の中でこの土地へのアタックがあったんですね、はいはい、まあ最終的には私は売り先をもちろん決めて、ま、決め探してましたから、はい、時には上海の企業そうですからも来ましたし、はいはい、私も実際上海飛んでますから、そのことで、はい、それでまあ中国系企業は景気がいいからいいだろうなという思いありました、うん、はい、ところがまあなかなかやっぱり最終的な返事になると来なかったんで、はいはい、1月、確か2011年1月ですね、はい、中旬に、やはりまあ麦島さんに売るしかないのかなということで34万5千坪を売ろうと、はいはい、5千坪残すと、はい、いうことで決定したんです。5千坪残したってのは結構皆さんなんでっていう人が多くて、これはね結構飛びしてるって話聞いた。いや違います。あ、そうですか。私が道路をずっと作っておりました、はいはい、Cコークというところなんです。その先に Eコークがあります。Eコーク、はい。Eコークの上に5000坪を残す理由は、
私はこれを6億5千万と算定してたんです、はいはい、ところが麦島さんの提示額は3億円です。3億円でした、はい、ならば方法を変えて、はい、そこに5千坪残せば、はい、いわゆる保養所とか、はい、研修所とか、はい、いうことでこれは2万から4万6万ぐらいで売れるわけです、はい、そうすると私は3億で売っても、はい、後付け2億円ぐらいのお金が入ってくるから、はい、債務の借金の返済の足しになるわけです、はい、そのために34万5千坪って決めたんです、はい、それで返事を出しました。はははでじゃあ契約やろうと、はい、いうことになった、はい、そしたらば1週間か3日ぐらい前になって、はい、いわゆる28日が契約日ですから、はい、逆算すると25日か20日から25日ぐらいの間に、はい、全部じゃなきゃやらないっていいです。なるほど。そのやり方に僕もちょっと怒りがありましたけれども、はいはい、もう返済先が全部決まっちゃったんですよ。一覧表が出来上がって。なるほど。もう仕方がない、だったらということでどうしても諦めて3億円の売買になったんです、はい、これが経緯なんです。なるほど。私はそれちょっと不愉快さがずっと残ってた、うんうんうん、一番困ったのは仲介人ですよ、うん、私にも文句言われる、はい、向こうからも多分、まあ、まあ向こうから言われないのかもしれないけど、だからうちの仲介人は仲介料もらってませんよ。これ上野さんですか。そうですよ、うん、こんだけ膨大な土地なのに。すみません、ちょっと一つ話が抜けてるんですけど、はい、そもそもその、はい、麦島さんにも売らないといけないなっていうなった理由は何なんですかね。中国系企業が返事が来なかったんですよ、はい、買うという決定が、はいはいはい、あ、本当はその中国系企業に売るということを目論んで開発してたということですね。いや違います、違います。倒産をサービサーから早く返してくれないと困りますと、はい、あのサービサーってあの、うん、要するにあの お金の貸しの出したところの新幹線ビルディングが倒産したというが20年ですよ。20年に倒産したんですね、はい、会社が倒産してその SFCG 債権が、はい、いろんなところのサービスに飛ぶんですよ、はい、回収で平成20年ですか。売却されたわけです、はいはい、ちょっと平成20年ですか。いや倒産が20年で売却が23年です。3年か、うん、2011年だから3年ということは2008年に倒産。いやいや2020年だから、そう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 、2020年ですか。88を足す平成20年12を足せばいい。12を足してもいい。平成20年、はい、ですよね。平成20年、平成20年のことですね、はい、平成20年って言うと2008年。あれちょっと待って、じゃあ新幹線ビルディングは2008年に倒産してリーマンショックで倒産したんです、うちは、はい、じゃあ時系列からするとまず新幹線ビルディングは2008年に倒産して2009年から千葉さんがそこを土地を借りて盛り土を始めてっていうことになりますよね。そうです、2009年ですから2010年ですよ、はい、彼は2009年から2010年。じゃあ2008年の時点でもうあれですか、その新幹線ビルディング2008年になります。2008年が倒産ですよね、平成20年。20年ですよ。リーマンショックは2008年ですよ。そうです、はい、で新幹線が潰れたのは、倒産したのは要するに融資が止まったのが平成20年です。だから2008年ですよね、平成20年って言ったら。はい、だからその時点でもうあの場所を開発するっていうことはでき諦めてた。もうほとんど諦めでしょうね。その状態で千葉さんが出てきて盛り土をしたっていうことですよね、うんうん、まあなんとか少しこのまだ売却決定になってないから、はい、道路の付けのいいところを分譲して、はい、あえでいたっていうのが現実ですね。なるほど、あえでましたよ結構、はいはい、で麦島さんもやっぱりそういう中華僑系というかその中国系を意識されて買ったんでしょうか。彼はね、はい、私と会った時はね、はい、公園にするって言ってましたよ。あくまで公園でしたよ。いやなんかね、うん、その要はそれ麦島さんが代理によればなんか世界の宗教を集めたなんかその
特殊なこう施設っていうんですかね、なんかそういう、あとそういったそれこそ運動公園を作るとか、そういうふうな計画だったんですけど、その辺なんか聞いてらっしゃいます？私はね、はい、聞いたかどうか分からんけども、私がだって相手知らないわけじゃないですか、僕は、はい、だから会うこともない人じゃないですか、会えるようなことをね。娘さんの名刺があったんですよ。ないですよ。え、会ったことないんですか？契約しての時ですよ。ああ、そうだね、はい、はい、だからその時は運動じゃないや、とは公園、はい、運動とかいう言葉はなかった、公園ですよ、はあはあ、この土地は欲しかったということも言ってましたね。はあ、というのは古川さんとなんかお友達のようですよ。いや、それはもうだって名古屋人脈ですから、うん、それはなんかその多分、うん、だから私に買われちゃったから、どっちかっていうとあんまりいい思いはなかったんじゃないですか。あ、でもその時麦島さんも手挙げてたんですかね。わかんないですよね。そうです。でも、うん、元々麦島さんって結構熱海いっぱい土地持ってるじゃないですか。うん、35億でしたからね、当時は。しかし、はい、そんなに35億もするもんですかね、あそこ。しますね。そうですか。全然問題おかしくないですね。あ、そうですか。その上の体制が、はい、購入がだいたい4万から6万ですから。それで時代もありますよ。なるほどなるほど。で、いや、置き電気とかいろいろできてますね。あれが売りが18万ですから。13万から18万って聞いてますよ。結構あの当時っていろんな企業、それ売り買いというか活発だったんですかね。活発でしたね。僕の時はもう下火ですよね。僕の時は。だから古川さんも諦められたんじゃないかな。なるほどなるほど。はい。いや、それでその時、まあ、麦島さん、僕はちょっと今問題意識持ってるのは、うん、かなり報道といい、その行政側といい、なんかちょっとこう麦島さんに配慮してる印象を受けてます。これについてちょっと思うところ、私はね、うん、はい、この事故によって、はい、その何が真実なんだろうということはまずね、はい、思いましたよ、はいはい、で私はそんなバカなことはないだろうと思いがあったんで、はい、私が12月に少し調べ始めたんですよ、はい、このおかしいなと思ったら、はい、どうも県の発表、市の発表が、はい、おかしいな、麦島さんにのことのやったことについて何も触れてないよな。なるほど。ともかく埋め立て地が悪い。なるほど。一辺倒になってきた。はい。そこで私実はある、元、まあ、大物と言われている検事に相談した、はい、おかしいですね先生、これどうしても僕は納得できないんだと、はい、言ったらとんでもないと、はい、おかしいものだらけだと、はい、いうことで応援をいただきまして、はい、で、お前もっと調べろということで、はい、徹底的に調べた私は。はい、そしたらともかく埋め立て地が悪いんだ。なるほど。その要因原因たるものは何なのか、はい、ということで一切究明に入らない、うんうん、これは原因っていうのはね、私が思うにはやはりその亡くなられた方の冥福を祈るためには真実なんだ、はい、ご遺族の心証心中をね察すれば真実を知ることですよ。なるほど。ところが、はい、埋めた土地がどう埋めた、はい、誰がどうしたこうした犯人探しみたいなことをやっていて、はいはい、この真の原因は何であったのか。なるほど。これは崩落してから、はい、片や学者は1ヶ月ぐらいでこれが原因だろう、はい、これが原因だろう、はい、こういうこともあり得るなってやってるにもかかわらず、うん、南波区知事が3日か4日か1週間で、そういうのは関係ありません、熱海市長は童話ですよ、はい、だから訳わかんない、うん、こういうことって言えるんでしょうかねっていうことに大変こう憤りがありましてね、うん、私は徹底的に調べ始めた、うん、っていうのが今の現状に至ることで。なるほど。もうめちゃくちゃですよこの調査は。それとこれ天野さんに聞いてもちょっとあれかもしれないんだけども、はい、あのね、発災直後に、はい、県の難波副知事は、うん、まあ、人為的なミスだったり、まあ、要するに人工的な盛り土は原因じゃないかというような見解でした、はい、ところが3月、今年の3月に入りまして、県側が
なんかその地下水がね流出してからちょっとそのそれが漏れて、土砂崩れを起こしたというような見解に変わりました。うん、このなんかその変わった見解が変わった経緯というのはなんかご存知？自分たちの嘘が、はい、あまりにも嘘を発表しすぎたの。はい、訂正に入ってたんじゃないんですか？なるほどなるほど。私が言わせれば、はい、私は今この地質、はい、水脈系も全部ある学者にもうお願いしてますよ、はい、実は、はい、もう仮結論は出てますよ、はいはい、水脈ですよこれは全て、はいはい、水脈の流れが変わったんですよ、はい、なんで変わったのか、はい、グランドとソーラー工事ですよ、うん、それ以外に変わる値がない。そしていろいろ深く難しいですよ、突き詰めていけばもともと水脈層だったとか、はい、これは後からの話じゃないですか、はいはいはい、また火山が3回起きて、はい、下に火山灰が堆積してるとか、はい、これは僕らもわからん、役所の人もわからんでしょう、はいはいはい、だけど絶対的に言えることは、はい、水の流れが変わったことは間違いないんです。なるほど。昨日も私現場行きました。あ、そうですか、はい、現場行って全部水流れ図を、はい、調べてきました、はい、うちの工事は完璧です。お、何が完璧か、E コークの上にも、はい、ちゃんと排水路が作ってあるんです。お、それも確認しました。お、現場職員を連れて、はい、それで雨の日も行きました、はい、水がどう流れてくるか、はい、D コークと言われていますが、 D コーク、E コークの土砂は、はい、全て6地区へ入ります、はい、6地区には麦島さんが300トン、はい、ガラコンクリートを埋めてしまいました、はい、その中に間隙空隙という専門用語で言うんだけど、はい、隙間ができます、はい、そこに水が一挙に押し流されます、はい、その押し流された地下水は全てこの穴の中に入ります、はい、そこまで全部データ出てますもん。なるほど。ただ例えば県だったり、県の見解としては第二の盛り土、いわゆる麦島さんの方ですね、太陽あのソーラーの方ですねあっちの方は検証対象に入れてないっていうような話、私ちょっと聞いたんですけども、これは入れなければいけないでしょう、うんうん、水の流れなんだから。よくこの絵を見てください、はい、私が全て調べた時は、はい、南北地図は水はこちらに流れないって言ってるわけですが、こちらってのは崩落地です、はい、崩落地、はいはいはい、だから鎮佐地も、はい、崩落地の反対側に作られてるの。なるほど。何を言ってんですかと。うん、この切りた山は、はい、高低差が全部こうです。崩落地側に傾いてる、はい、それなのに南波さんは三角形を示してこの水はこっちへ入るんだ、うん、テレビを使って国交省のあれだけ偉い役人が言った、はい、傾斜こうなってます、はい、ソーラーの下には全てビニールシートが引かれてます、うんうんうん、その水は全て 100%、はい、もう 99% 崩落地側に流れてます、はい、その原因たるものはっきりしてます、はい、全ての記録写真がありますうち、うん、記録映像に全部残してます。もうこれは今時間がないんでね、はい、もし、何かの質問があれば、はい、記録写真、はい、記録データ肯定さず、うん、5センチも狂ってません、うちの測量は、うん、全部やりました、終わってます、うん、ということは天野さんとしては、はい、その崩落の直接の原因になったのは麦島さんの所有になってからの工事が原因だと。当然ということです。当然です。わかりました。なぜ10年間安定してるんですよ、うちは。なるほど、はい、安定してます、はい、時の事実は変えられないんですよ。でその時にね、ちょっとあの話に行きますけども、はい、2007年11月の議会答弁で、はい、これはもう最も本件で有名になりました。要はね、市の温泉、水道課長さんが、はい、天野さんのところは、まあ、要はその同和系列の企業だから、うん、だから、まあ、なかなかその応じてもらえないと、うん、こういう、まあ、有名答弁があるんですけども、うん、これってどういうような何を応じないって意味ですか。つまりその是正に
まあ、盛り土ではなく、あの温泉施設のことですね。温泉施設、水道施設、ね、水道施設ですね、はい。あのね、大丈夫ですか、そんなバカなことはないでしょう、はい、私はそこに道を作って、はい、寄付をしてあげようと言ってるんですよ、はいはい、当初、はい、だからそこに道を作ろうと思ってこの埋め立てが始まったんですよ、はいはい、私が熱海市から通常だったら、はい、この土地いくらで買ってくれるんですかとか、はい、いくらで借りてくれるんですかっていうのが当たり前じゃないですか、はいはい、私1円ももらってません。で、私ね、この同系列の問題、うん、最初はあまりインパクトがあったんで、まあ、それを書いたんだけど、はいはいはい、ただね、よくよく考えてみると、この辺りって一応施工って市役所も認可され、認め、受理されてるわけですね。工事完了届は受理されてるわけじゃないですか。どこですか。あの、要はその、なんだっけ、貯水、あの、要するに土砂が流れた、はい、あの、水道施設のところに。はい、水道施設ね。で流れて、はい、でその流れたところも、うん、そもそも工事が受理されてるわけだから、そうです、じゃあ受理した方が悪いんじゃないのかっていう、当然でしょう、まあ、だってということになっちゃうわけで、あのですね、はい、向こうが言いたいことは、はい、水道管の道をタダで借りているから、はい、もしここにきつい指導をしたら、はい、どかせって言われるんじゃないんですかと、はいはい、はい、いうことが怖いんであって、はい、童話だからとか全く関係ないでしょ。なるほど。童話って何ですかって逆に言いたいよね。じゃあ逆に言うと、なぜ市役所の方はその言葉を持ち出してきたのかっていうのは不思議なんですけども、うん、自分たちがただで使っているから、はい、どかせと言われたら責任問題になるから、はいはい、童話にすり替えただけの話です。なるほど、なるほど、そうですか。でもなぜ童話っていうことを知ってたんですか。まあもう平成入って間もなく、はい、私がまあもちろん挨拶に行くとき、はい、もう熱海市にもほとんど行かないけど、はい、挨拶に行くときに、はい、いわゆる、童話の名刺を使ってるからじゃないですかね。なるほど。じゃあやっぱり使ってたことは使ってたことは使ってたんですか。使ってますよ。大概の挨拶行くときは、行政挨拶は大体童話の名刺使うの多いですよ。だけどそれは要するにその事業は新幹線ビルディングの事業であって童話の事業じゃないじゃないですか。違いますよ。だからそこで持っていくって意味がちょっと私は。ああそうね、うん、確かにいやらしい、うん、やらしい、いやらしいやり方ですよね。あのうちの人間たちは大体分けあるの人間が職員が多いんですよ、はあ、それでまず右左分かりません。なるほど。分かりません。だから、はい、私も、全くの素人がやりますのでよろしく指導お願いしますねという意味で、はあ、そういう挨拶をしますね。なるほど。それはね、どこの部署でもやります、はあ、これはっきり言っておきますというのは、設計士が行って設計するんじゃないですよ、はいはいはい、右左あんまり分かんない人が行くんです。はいはいはい、はい、それはその人がやり、うん、少しはやっぱりやりやすいようにしてあげるという、うん、これはまあ、お前おかしいんじゃないかってやりゃおかしいんですよそれは、うん、それは百も承知です。そんな中で、うん、結局天野さんご自身の責任の認識ってのはどれぐらいこうお感じになってるのか、うん、例えばそのこの崩落という意味ですか、はい、崩落に対して、はい、私はちゃんとやってますよ。そうですか。やってますよ、はい、なるほど、なるほど。千葉工業だってちゃんとやっていたんじゃないんですか。なるほど、なるほど。それは千葉さんに聞いてもらったらいいと思いますよ。だけど、うん、何どうだ言ったって10年崩れてないです。まあ2011年ぐらいから、ああ、まあ、昨年まで、まあ、10年以上ですから、うん、まあ、あれですか、11年ですか、ざっと、うん、あ 10年か、はい、なんでそれよりも、うん、その後売却した後8年間、はい、ここは一番大事ですよ、はい、8年間全くやってないですよね。そうです、そうです。いいですか、はい、一番大事なこと、はい、8年間やってない、はい、やらせなければいけない、はい、ことは役所認識ですよ、はい、してますよね、はい、私は自分の35万坪売らないときね、うんうん、何か上で開発をやるときは、はい、藍染川の
硫化能力が1分の1しかないから、はい、これを直さなきゃいけないって言われたんですよ。はははこれ直すのに1億円かかりますよ、はい、ここのところで私役所と揉めてますよ、はい、なんでうちがやるんだ、うん、行政がやるべきだろうっていうことも揉めてますよこれ。なるほど。あ、ごめんなさい、ちょっと話細かいけど重要な話なんで、はい、熱海のある漁業関係者が、はい、盛り土から泥が流れて海が汚れたと、はい、その時にわざとその日だけ船を出して、うん、海汚れただけどどうしてくれるんだと、はい、お金をもらいに来たことはありましたか。いや、それがですね、はい、今私それ調査中なんですよ。調査中。実は、はいはいはい、あったという話が、はい、今クローズアップしてますが、はい、私だけのことじゃないんですよ、はい、これはね、大成建設が取られてるんです、実際にお金。なるほど、なるほど。だから、それ漁業組合の方ですよ。漁業組合ですよ。その人は S さんと言いますか。そうですよ。あ、わかりました。はい、結構です。これはね、大成は関連企業からが2000万払ってますよ、漁業に。これ有名な話ですよ。で、その方がそういう企業からのお金をポケットに入れちゃうっていうことで理解で。それはポケットなのか経理帳簿を計上してるのかはそこまでは分かりませんよ。ただ、実際に私どもは貧乏企業ですからこんな払えないんですけど、はい、上の関連企業、まあ、何企業ですかね、大成の関連企業と言いましょうか、それは2000万円以上払ってるそうですね。天野さんとこはいくらで済んだのって感じで聞かれましたから、いや僕のとこは貧乏だからそんなないよって。じゃあってことは、いやこれも私直接じゃないですよ、はい、うちの職員ね。じゃあ当然その海が汚れたなんとかっていうのもちょっと曰くがあるというふうな理解で。いやうちのなんか埋め立てでいじるとあのところのですから必ずこう雨降ると汚れんですよね、はい、どうしてもね、はい、そういうことで、まあそのアワビが死んだとか、貝がサザエが死んだとかいうことで言われて、いたようですね。なるほどなるほど、はい、で実際にそういうふうにアワビが死んだとかってあったんですかね。いやそれは分かりません。分からない。いやでもうちの後藤は謝罪にも行ってるし、はい、うちの何人かは謝罪にも行ってますから。なるほど。その時にいろいろなそういうような意味合いで、お詫びをしているんでしょうね。そのお詫びの仕方がお金を払ったのかどうしたのかという調査をしてます今。なるほどなるほど、はい、なんせ昔の帳簿なんで、うん、ありがとうございます、はい、はい。